次は B103、茂木さんで、プリワイン PC 観測期間中の MGO 通過によるスマトラ西岸沖バリアレイヤー観察というタイトルです。はい、ジャムステックの茂木耕作です。バリアレイヤーっていうのがちょっと馴染みのない言葉かもしれないですけども、昨年ですね、未来でスマトラ島沖に観測効果に行ったんですけども、その時にですね、海洋の中の構造として、MGO の明らかに強制を受けた形として、バリアレイヤー構造っていうのが非常に大きく変わったといったところをですね、これターボマップ観測で、乱流構造を取っている時なんですけど、これを僕が担当していて、非常に偶然なんですけど、すごい面白いことが取れたということを紹介したいと思います。で、プレイヤー IMC は、米山さんもちょっと紹介していましたけども、ここですね、非常にスマトラの、沿岸近くで、もう50キロしか岸から離れてないと。で、この沿岸特有の非常に、概要とは違う変動が結構いろいろあってですね、で、そこに未来をずっと定点観測をして、で、この陸側から日変化構成がたくさん来ますので、それをメインに狙ってたんですけども、海洋の方も非常に大きなインパクトがあると。で、2015年の12月13日の IR なんですけど、ちょうどですね、MGO が運用来てくれまして、で、観測点の直上を通過していったと。で、これ地上風のベクトルですけども、西風も結構しっかり吹いてですね、海洋の方にもかなりしっかりインパクトを与えたと想像できるわけですね。で、これ SSD なんですけども、SSD で見るとですね、この沿岸の近くっていうのはですね、結構高温になることが多くてですね、この時も30度以上の領域っていうのが、このスマトラ島の西岸のところに結構広く分布していると。で、この SSD がどう反応するかと。大気の強制によって SST がどう反応するかっていう話はですね、結構いろいろあると思うんですけど、海洋の中の構造がどうかということはあんまり皆さん意識されないことが多いと思うんですけど、これ意外にですね、なかなか皆さん見ないことが多いと思うんですけど、この塩分がすごく大事で、で、これ海洋の100分解析のエコ2っていうですね、ものがあって、これで見ると、塩分っていうのは結構非日常性が高くてですね、このスマトラの沿岸というのは非常に低塩分岐です。で、これはずっと雨がいっぱい降ってるからとか、この辺一帯はですね、岸からどんどん淡水が入ってくるので、それで低塩分になるんですけど、そうするとですね、このバリアレイヤーというですね、表層に普通の海域とはちょっと違う特別な構造ができるということなんですね。で、簡単に説明すると、これ前延直方向の水温のプロファイルと、塩分のプロファイルが、典型的なのはこんな風にありますよ。で、今後層は大体一定になってますよというのが、普通の状態ですけど、雨が降ったり川の水が入ってきたりすると、表層だけ塩分が下がります。そうすると、水温はここ一定なんですけども、塩分がこっちだけグイッと下がることによって、密度としてはここだけが等密度で、で、温度の等温層と分離しちゃうんですね。で、ここの間だけをバリアレイヤーって言うんですけど、何をバリアするかというと、下の冷たい水温をですね、上に持ってくる、かき混ぜて上に持ってくるみたいな延直混合 のプロセスっていうのは、MGO みたいなのが通ってくるって、起こるわけですけど、そういうのが来てもなかなか、下から水を持ってきて冷たくしちゃうよみたいなことが起こりにくくなると。だから水温の下がり方がバリアレイヤーがあるかないかで全然違ってしまうよということなんですね。で、これ僕もこの観測データを見て初めて知ったとはだったんですけど、言葉は知ってたんですけど、こんなに重要なものだと思わなかった。で、これはですね、等密度を、赤の線で、等密度の線というのを混合層として考えると赤の線で、縦軸が深さですね。非常に最初の期間を12月7日から12月17日まで見たときに、最初はすごく薄かったんですけども、MGO が通過したときに、深くなると。なんですけども、等温層で、
0.2 度相当の高温層で定義した、まあ、これで簡単に混合層って言ってしまう場合もあるんですけど、それで定義したものとほとんど普通は一致するんですけど、まあ、ここが急に MGO が通過した時にガンと分離してしまってですね、つまりまあ分離するということはあの間の層として、まあ、その差分としてですね、このバリアレイヤーというやつがですね非常に分厚くなると、でまあ 7,80 メートルぐらいいくとですね、もうこれは通常よりも非常に分厚い状態なんですけど、で、まあ、これがですね12月13日に、まあ、突然起こっているように見えると、まあ、それを急変で言ってるんですけど、まあ、これはホグメラーで12月5日から、20日ぐらいまで書いて、まあ、IR がこう確かに来てますねと。で、ここが未来の観測点で、でコンタで西風成分を書いてるんですけど、まあ、確かに西風の強い部分がこう通過していくときと。でこのホグメラーで、ざっくりいつ通過したっていうのは普通はなかなかこの日って決めづらいと思うんですけど、12月13日で、まあ、ここで通過と決めつけてるのはですね、もう海洋の先ほどの急変がですね12月13日に どんどん起こるからですね、まあ、だからもうそこを通過としていいでしょうというふうに考えてるんですけど、まあ、それでまあ海洋がどれぐらい具体的に構造としてですね変化するかということですね。で水温で、表層から100メートルぐらいまでの、プロファイルをですね、12月7日から17日まで見てみますと、まあ、MGO が通過したのが13日ですよって決めつけましたけど、まあ、ここは確かに劇的にプロファイルとして明らかに変わってますよっていうのは分かるんですね。で、この破線が糖密度で定義した混合層で、よく糖温層でも混合層と言ってしまうんですけども、これが完全に分離して別物になってしまう。でその間の差分を、まあ、バリアレイヤーって言うんですけど、これは要するに温度だけじゃなくて塩分にもこう経度が生じているので、まあ、密度に効いてしまって、まあ、こういったことになるということですね。で、まあ、実際塩分見てみると表層にものすごいですね、この沿岸の海域はですね低塩分が入っているので、まあ、普段はそいつがいるわけですね。しかし、MGO が通過していろいろいろんなかき混ぜ方を強制として与えてくると、最初はですね糖密度の方はなかなか下がってこないんですけども、糖温だけ先にバーンと入っていって、であとでちょっと遅れてまた糖密度がちょっとずつ深まっていくみたいなんですね、ラグのある反応をするんですね。で、まあ、結果としてラグがあるからバリアレイヤーがでかくなっていくっていう話なんですけど、でこれはですね地表の風速がこの、黒い地震で書かれてて、で、このパネルのカラーはですね流速です。海洋の中の流速です。だから地表の風速がこの縦軸の値なんですけど、例えば10メートル近いピークが MGO 通過にありますねと言った時に、まあ、すぐに流速が速くなるわけじゃなくて1日遅れぐらいで、糖密度層内だけの流速が少し加速すると。で一発だけだとあんまり大した影響がないんですけれども、まあ、2回ぐらい、ピークがあって、それに対して徐々に糖密度層内だけで流速がどんどん強まっていくと。そうすると、まあ、延長に混合していくというプロセスは、まあ、イメージしやすいと思うんですけど、まあ、実際にですね、まあ、乱流として乱流エネルギーとしてですねどれぐらいのものが見えていたかというですね、まあ、確かにその風速が強まりましたと MGO 来たという時にですね表層に乱流のものが見える、乱流混合が起こっているというのが見えるんですけど、それだけだとですね実はこの、もっと深くまで行っちゃってるのでそこまで行ってるのかどうか、説明は実はついてないんですけど、まあ、少なくともですね、最終的にここ 100m ぐらいまで深まっていってるっていうのに対してはですね、先ほど風速のピークが2回ありましたけど1回だけパンパルス的に行くだけじゃなくてですね、この3日か4日ぐらいかけていくつかのピークが来ることによってだんだんその乱流混合っていうのの、シグナルが下の方に入っていくということが見えるわけです。で、まあ、バリアレイヤーの本質っていうのは、塩分清掃そのものを見ているので、まあ、炎上経度をとってやると、まあ最初はですね表層がものすごい低塩分なので、まあ、そこだけにものすごいガッチリ固まったものがあるんですけど、それを MGO がまず来てですねそれ一発目を壊すと、実はそのちょっと深いところに別な塩分清掃があって、そいつを掘り起こして、で、まあ、結果的にこういう全く別レジウムにシフトしていくと。
でこいつはもともといつから来ていたかというと、1ヶ月前ぐらいにもうちょっと別なフォーシングでできた塩分清素っていうのがちょっと潜っていくフェーズにあって、それが実は1ヶ月後ぐらいに浮かび上がってくるというような感じだったという話ですね。で、まあ、MGO 通過によると海洋のインパクトを受けるでしょうというのはいろんなまあ、イメージあると思うんですけど、結構ですね、こういう二重の塩分清素があることによって SST の下がり方自体が相当まあ、今回の場合は4日間で1度ぐらいガンと下がってるんですけど、一方的に下がっていくんですけど、だからこれはフラックスで上がりましただけじゃ説明できないという形でですね、まあ、表層の構造がどうであるか、だから沿岸であるか海洋であるかによってもだいぶ異なるということが、まあ、この観測結果からも分かったということです。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは質問ありましたらお願いいたします。安永さん。ちょっとよく分かんなかったところなんですけど、その温度の方は、水温の方は一気に混ざって、でそちらはあまり乱流では混ざってないようなんですけども、それが深まったのは何ですか。温度ですか。温度も結構混ざってます。はい。いや、混ざっちゃいましたね。はいはい。この辺はしっかり混ざってます。乱流ではその混ざってないように、はい、その乱流の強さ、乱流の強さを見るとあんまり強くないので、ああ、なるほど。はい。混ざった。その、塩分の方は、まあ、乱流でいいのかなと。まあ、実は塩分と水温に分離できるわけじゃなくて、まあ、密度はトータルで計算されるので、まあ、密度がどういうふうに変化していったかっていう話なんですけど、まあ、実はですね、この乱流、一発目の乱流ピークでは、表層しか、行ってないっていうのはですね、この表層の塩分清素だけを壊すのに、まあ、一発目の乱流ピークがあったと。で、温度の方が、勝手にこっちにシフトしてしまったというのは、こう一気にこう深まったというよりはですね、もともとここに水温約束があったところに、まあ、ちょっと、ある意味だからここをつなぐのはちょっとずるというか、ミスリーディングなんですけど、まあ、一応今までの通例の定義上でいくとこうつながってしまうと。で、まあ、だから海洋学の定義的にもこれからちょっと別な定義を考えなきゃいけないと思うんですけど、こっち側にある水温薬草と、まあ、ごくごく表層にへばりついているものと別々に存在してて、で、まあ、それは塩分清素もそうなんですけど、で、まあ、最初 の乱流によってまずこいつを壊すと、そうすると こっちの方に移行していくっていうのが、まあ、MGO のような大きな方針を与えると、海洋の表層構造の中でこうちょっとレジウムシフトみたいなのが起こるということを表しているなと思うんですけど、ね。はい、だから水温と塩分で別々に起こっているということではなくて、という説明だと、まだちゃんと説明できてないんですけど、はい。短めでお願いいたします。はい、確認みたいなものですけど、シチョンのプロファイルを見た感じでは、はい、バリアレイヤーの存在によって表層でのアルティチメント、サーフェスからのコーシングの影響がより浅いところまでしかいかないから、はい、なんか表層での SST の本当は、はいはい、大きくなってくるわけですか、バリアレイヤーの存在によって。そうですね、どこで、見るか、どの期間で見るかによるんですけど、このバリアレイヤーをまずできてしまった後でいくと、水温変化しにくくなると思うんですね。だからこの下をさらに温めて冷たくするみたいな効果は起きにくくなるんですけど、一番最初の、この13日か15日ぐらいのところでは、一気に下がっていくっていうフェーズになると思うんです。まあ、表層の薄いものをまず壊すっていうことでドラスティックな変化が起こるので、それは水温はものすごく敏感に反応するんですけど、そのバリアレイヤーが別のこっち側の後半の方に移っていくと、今度は下から混ぜるという効果はかなり起きにくくなってしまうので、そうするとそこに、同じような方針が与えても同じようには下がらなくなるんじゃないかなと思います。はい、はい、それでは次の講演に。ありがとうございました。ありがとうございます。次の講演は T104、松口さんで VYMC MGO 通過時の日間と観測の主要メッセンジプラグの検証をしていただきます。
ような。